はい、こんにちは。今年の東京医科大学の問題をイメージして問題作ってみたんですけども、4次方程式があって、4つの解をアルファ、ベータ、ガンマ、デルタとした時の、4つの解の4乗の和を求めてくださいっていう話なんですけども、まあこれ4つの解が整数解だったらそれはもう話は簡単ですけど、まあ整数解を持つとしたら、プラスマイナス1しかありえないんで、でまあそれダメだと。なればまあ4つの解はまあ汚い。でしょう。まあ多分虚数解も含まれているかもしれませんと。なんでまあここはまあ4次方程式の解と係数の関係を使うかなと。でまあ4次方程式の解と係数の関係なんてものはそれは覚えてる人はまあそういないでしょうから、その場で考えればいいだけなんで、4つの解をアルファ、ベータ、ガンマ、デルタとすれば、まあこれを展開した式がこうなるよと。最高次数の係数1で合わせておけばいいんで、で、まあ、これを素直に展開すれば、x4 乗。で、3乗の係数は、定数1個ずつですね。で、マイナスですね。なんで、アルファプラス、ベータプラス、ガンマプラス、デルタ、x の3乗と。で、2次の係数は、x2 個と定数2個を掛け合わせるんで、プラスですね。で、これは、4つを掛け合わせるんで、4つから2個選ぶんで、43分の21で、6個出てくるんですけど、全部書きますか。まあ一応書くか。アルファベータ足す、ベータガンマ足す、ガンマデルタ足す、こう4つあって、1、2、3、今4つ書いて、この4つ目が、デルタアルファ足す、あと中字か。アルファガンマ足す、ベータ、デルタ、いいのかな ?x2 乗と。まあこれ書かなくていいんですけど、まあこの、まあ要するに基本対象、4つの文字の基本対象式の、2次の部分ですね。で、1次の係数は、x1 個と定数3つなんで、マイナスで、今度はまあ4つですね。アルファ、ベータ、ガンマ出す、アルファ、ベータ、デルタ足す、アルファ、ガンマ、デルタ足す、ベータ、ガンマ、デルタでいいのかな。一個ずつ抜けばいいですね。で、最後、アルファ、ベータ、ガンマ、デルタとなって、で、じゃあちょっとたまに明かそうかな。そうすると、まあ、これで、このアルファ足す、ベータプラス、ガンマ足す、デルタが、あれと比べて2と。で、この、こいつが3と。で、こいつがマイナスくっついてるから4と。で、これが1と出ると。で、そこで、まあ、4乗の和を求めたいんで、じゃあ、an っていうのを、アルファの n 乗プラス、ベータの n 乗足す、デルタの、ガンマの n 乗足す、デルタの n 乗としたときに、a4 が知りたいんですけど、A1 は今もう、これですよ、2。で、A2 ぐらいはもう簡単ですよね。A2 も、これを2乗すれば、2乗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 が出てきて、で、まあ、これの掛け算が、これが2つずつ余計に出てきますよね。2αβ、2βγ というふうに。なんで、2の、これの2乗から、これを2つだから、マイナス2、3が6取ればいいんで、マイナス2と。2乗の和がマイナス2。もちろん、虚数解があるから、それは別に心配しなくていいと。で、ここでなんですけども、今、まあ、とりあえず答えとしては A4 が知りたいですね。A4 が知りたいと。これが答え。A3 出すのも、あんまり、こっから、これ3乗してとかっていうのはやりたくないですよね。じゃあ、どうやろうかなって言ったときに、アルファ、ベータ、ガンマ、デルタは、あの方程式の解なんで、当然、アルファ代入して成り立ちます。アルファ4乗。で、じゃあちょっと移行しちゃって、2アルファ3乗、マイナス3アルファ2乗、プラス4アルファ、マイナス1と。で、これ両辺にアルファの n 乗をかければ、アルファの n たす4乗は、2アルファの n たす3乗引く3アルファの n たす2乗たす、4アルファの n たす1乗引くアルファの n 乗と。
で、これベータ、ガンマ、デルタに関しても全く同じ式ができて、それを縦に足すと、これすなわち AN 足す4ですよね。五項完全化式ができますと。2、これも AN 足す3で、マイナス 3AN 足す2で、プラス 4AN 足す1引く AN と。いう、まあ、五項完全化式ができるんですけども、五項完全化式の、まあ、どれでもいいんですけど、求めるには、4つの項が分かんなきゃいけなくて、今まだ2つしか分かってないと。で、A3 はあんまり出したくない。となると、戻っちゃいけないんですかと、A0。アルファ、ベータ、ガンマ、デルタが1なんで、アルファもベータもガンマもデルタも0じゃないんで、0の0乗問題は登場しないですよね。なんで、0乗は何でもかんでも 1ですってことは、アルファ0乗、ベータ0乗、ガンマ0乗、デルタの0乗の和は当然4ですと。で、これさらにもう一個戻るのも実はそんなに大変じゃないんですね。まあ、n イコールマイナス1の時はこれ、アルファ分の1足す、ベータ分の1足す、ガンマ分の1足す、デルタ分の1なんで、これ通分すれば、分母はアルファ、ベータ、ガンマ、デルタと分かってると。分の、これ要するに3つずつですよね、全部。通分したとき。分子は文字3つずつって、すなわちこれですよね、これ。4。なんで、これは4ですと。となれば、今もう、五項完全化式で、項が今4つ分かったから、今ここで N に、マイナス1を代入すれば、A3 が出ますね。A3 は、2×A2、マイナス2、引く 3×A1、2。で、足す 4×4、引く4と。そうすると、マイナス8、マイナス6だから、マイナス14、足す16だから2と。A3 が出たと。いいんですよね。で、じゃあ A4 はっていうと、まあまた、2×1 個手前、2。引く 3× もう1個手前、マイナス2。で、足す 4× もう1個前、2。引く4と。じゃあそうすると、これは2人が4足す6足す8引く4ということで14が答えになりますということになりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。鈴木貫太郎のオンラインサロン新聞6紙拾い読み、ネットニュースには決して載らないような隅っこの方の記事についてああだこうだ語りながらふーんと思わせる生配信を毎日朝夜交互で8時半からお届けします。とにかくまずは20日間の無料体験からぜひこちらから登録お願いいたします。